ました。バーチャルパフォーマーズチャンネルトーク編。はじめまして、天の声プロデューサーのテンピーです。チャンネル開設記念ということでやってまいりました。そしてニューラルネットワークシンガー加野良さん。はい、よろしくお願いいたします。そしてニューラルネットワークダンサーニナさん。はじめまして、よろしくお願いします。はい、こちら3人で届けたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。本当はね、チャンネル開設1ヶ月記念で出す予定だったんですけど、ちょっとね、準備期間が少し伸びましてね、2月になりました。その分楽しいトーク編にしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。さて、バーチャルパフォーマーズ。シンガーとダンサー。バーチャルパフォーマーズとは、2人で1つのパフォーマンスをテーマに、2人のアーティストが1人のバーチャルキャラクターへと歌とダンスを融合させ、1人では実現不可能な未知なるパフォーマンスで世界中を楽しませていこうという未だかつてない試みのプロジェクトとなっております。もう疲れちゃってるじゃないですか。天秤長いね。これからね、 YouTube チャンネルだけでなく TikTok チャンネルでもたくさんの動画を投稿していきます。そしてこのトーク編がアップされた以降はダンス動画や歌とダンスが融合していく動画が配信されていきますので、楽しみにしていてください。ホムラの動画のコメントでも、このプロジェクトって歌手とダンサーがバーチャルで融合するものじゃなかったっけと確信をつくコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。その通りです。その通りです。その通りなんですね。皆さんにね、届ける準備にちょっと時間がかかってしまいましたが、こちら今後にご期待ください。早速ですけど、 YouTube 配信が始まって約2ヶ月経ちますが、バーチャル活動やってみてどうですか？いやー、難しかったですよね。そうです。もう2ヶ月も経ったんやっていう。そうなんですよね。びっくり。まさかの、そうかそうか。いやー、でもなんか未知の世界で初めてだったんで、撮ってみて、あ、もうちょっとここを大きく動かしたらよかったなとか、あ、もうちょっとここジャンプした方がよかったなとか、後からどんどんなんか反省点が見つかるんですよね。確かに実際その映像を見てみて、あ、姉ちゃんこういう動きじゃなかったのかなとか、口元の動きとか、いろいろなんかそういうの考えちゃったりしますね。そうですね。そうですよね。ねねちゃんは今バーチャルで今活動してますからね、バーチャルの中で生きてるところに皆さんがね、そこに命を吹き込んでるというところなんで、やっぱりね、そのリアルとバーチャルの違いっていうのがね、ちょっと出てきちゃったりしますよね。それにバーチャルといえばね、 VTuber っていう日本が生み出した近年のバーチャル活動もね、どんどん活動の幅が広がって歌手としてデビューしたりと盛り上がっていますけど、まあ、昔ね、マクロスプラスというアニメがありまして、2人は知ってます？知らなかったです。これはね、1994年に発表された OVA なんですけど、そこではバーチャルアイドルと近年流行っているものが20年以上前にアニメ作品の中に登場してるんですよ。マジか。アニメで描かれていたことが現実にできるようになってきた。技術の進歩には驚かされるばかりです。2人はあれ、生まれてるかな？生まれてない。ないですね。ないですね。生まれてない話のね、ことから今につながってるってすごいですよね。すごいですね。すごいな。それで、ね、日本人って漫画とアニメ好きな人も多いですよね。2人は漫画とかアニメとか好きですか？カノエはもう大好きなんですよ。おお、いいですね。私は全然アニメとか見てこなかったタイプなんで、でも鬼滅の刃とかすっごいもうどっぷりハマっちゃって、ね、この間ちょっと話したもんね。そうなんですよ。それを機にね、あのいろんなアニメを見ていきたいなと思ってるので、おすすめあったら教えてください。OK。 いいですね。そう、ハマるきっかけってありますよね。あります、ね。それね、こう配信していってるその歌ってみた動画もだんだんアニソンが増えてきたり、どうでしょう、いただいたコメントでも誰が選曲してるんだろうなんてコメントもいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、その選曲している人は秘密。内緒なんですね。そう、内緒です。やっぱね、どんな曲が出てくるかはね、楽しみにしてもらった方がいいかなと、お楽しみというところです、でもね、今後のトーク編では配信予定をちょっとお伝えすることもあるかもしれませんね。そうですね。そして今後トーク編では配信中の動画でいただいたコメントの返事もしていきたいと思っています。どしどしコメントお待ちしております。はい、さて、
最近は K-POP も世界的にヒットしたりと勢いすごいじゃないですか。すごい、ね、BTS や TWICE はもちろんのこと、 ITZY とか BLACKPINK とか、はい、ものすごく高いレベルの歌や踊り、ね、そんな中アニメやバーチャルの技術を活用して日本が生み出したバーチャル活動にアーティストの表現力を融合させることで自分たちも世界に向けて新しい形を打ち出そうという挑戦なわけですね。2人で1人のキャラクターにパフォーマンスを集約することでお互いの魅力を凝縮したアーティストを生み出す、その未知なる表現活動を世界中にオンラインで発信していこう、それがバーチャルパフォーマーズなのです。こちらの動画はこのチャンネルに配信済みですので、まだの方はぜひご覧ください。バーチャルではよく仲の人って話は上がるわけですが、普通は仲の人が誰かなんて言いませんよね。言わない。確かに。でもバーチャルパフォーマーズの活動は視聴者の方に活動している人をあらかじめ伝えることで、この人とこの人がユニット組むのとか、え、じゃあどんなもんが出来上がるのというようなですね、もしも自分の好きなアーティストが普段では想像もつかないスタイルでバーチャル活動していたらどうでしょう。ちょっと気になりません？気になります。めっちゃ気になるそのどうなるか見てみたいってちょっとでも思ったあなた、その見てみたいという期待感をバーチャルパフォーマーズでお届けしていこうというわけです。知りたいという欲求は人間の良き本性である。レオナルド・ダ・ヴィンチの知的欲求についてこう語っています。歌や踊りが誰なのかを知るということは新しい期待感を持つきっかけでもあると思うんですよね。知ることで楽しめるってこと。なのでアーティスト同士のユニットがどんな化学反応を起こすのか、そのワクワク期待感をそのまま皆さんの見てみたいなーにつなげていきたいと思ってます。またリアルでのアーティスト活動もこのバーチャルパフォーマンスチャンネル内でイベントとかね発信してもらって、リアルとバーチャルのどちらも PR していこうと思っております。いま、うん、だかつてないですよ ね、 ないですねさてこれがバーチャルパフォーマーズというわけで、皆さんお分かりいただけましたでしょうか。2人も大丈夫ですか。だいぶ分かってきたかな。分かってきましたね。だいぶ分かってきましたね。楽しんで勉強もできてきました、うん、ました先生、はい、決めた、うん、よかったよかった、いい生徒でよかったそれではお二人について改めて紹介していきたいと思います。ニューラルネットワークシンガー加納ラナさん、2016年8月31日にメジャーデビューし現在もバリバリ活動中の佐賀県出身のシンガーソングライター。最近 TikTok のフォロワーが30万人突破と加納さん乗っております。今はコロナ禍ということもありますが、最近はどんな活動をされてますか。最近はですね、まぁ、ちょっと年末にツアーをギリギリ終えまして、うんうん、で年が明けてからも、うん、まあ実際リアルでライブをすることっていうのはなかなかできなくなってる状況で、うん、なのでやっぱりオンライン配信といいますか、まあ、そういうなんか配信をずっとライブとしてやっていくっていう活動と、あと SNS をちまちま更新するっていうことをやっております。やっぱオンラインライブへの、ね、やっぱ動きっていうのは、うん、アーティストさんもたくさんそういう動き多く増えてますよね。そうですね、うん、だから急に皆さんの機会が得意になっていくというか取材とかをすごい調べ出してますね、うん、SNS 見る時間も増えましたよね。増えましたね、うん、続いてニューラルネットワークダンサーニナさん、ダンサーピース2017で優勝し日本一となるなど数々のダンスコンテストでの受賞歴を持つフォーエバー M&のダンスユニットで活動中の東京都出身のダンサーとなっております。皆さんも現在のコロナ禍で最近はどんな活動をされていますか。はい、私もやっぱオンラインでレッスンとかをやることがほとんどでしたね。なんか普段はあのダンスコンテスト中心にイベントとか出てるんですけど、まあ、それが一気になくなってしまったので、なのでレッスンをオンラインでやるっていうのが中心になってましたね。特にダンスの方がね、オンラインで見るっていうやるって結構難しそうな印象ありますよね。難しいですね。実際にあったんですよ、なんかもう無観客で人を入れないで、あのダンサーだけでやってるイベントを中継して見るみたいなのがあったんですけど、なんかこう拍手とかの音もないから、わかるわかるよ寂しいみたいな分かる分かる。
まあ、そんな中ね、このバーチャルパフォーマーズではね、その、まあ、オンラインを使って、うん、その2人が織りなす未知なるパフォーマンスっていうものをね、ぜひ楽しみにしていってもらいたいかなと思っていますね。はい、うん、さて、2人は普段はそれぞれ別で活動しておりますが、ネネはニューラルネットワークの2人がネネに命を吹き込むことで活動でき、配信がされていくわけです、うん、今後は先ほどお伝えした通り、現在の歌ってみた動画だけではなく、踊ってみた動画も加え、ファンの皆さんにネネの活動を発信していっていただきます。はい、それではここでネネから皆さんへメッセージをお届けしたいと思ってます。それではネネさん、お願いします。ラー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 イヤイヤーウーアーヤーヤーラ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 ーヤーイヤーヤー。皆さん、はじめまして、ニューラルネットワークのネネです。これからバーチャルパフォーマーとして歌ったり踊ったりお話ししたり、いろいろな活動をしていきます。今後ライブ配信を通じて、より多くの方とつながっていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ネネでの活動は普段のリアルとは異なった表現で、皆さんを驚かせていってほしいですね。そうですね、うん、なんかちょっともう今あのブルッと鳥肌立ちましたね。あらあら。そして2人にはネネで2人の能力の化学反応を起こして、世界をあっと驚かせるくらいに羽ばたいてもらいたい。どうやって、それはどうやって、それは2人で考えてください。え2人で考える。そう、2人にはネネの活動をプロデュースして、2人でネネを育ててください。待って待って、丸投げじゃないですか。丸投げなんかじゃないです。セルフプロデュースと言ってください。いや、物はいいようですな。そして2人にはネネのファンを獲得し、2021年にオンライン生配信ライブを目標に活動していただきます。まだ出口のわからないコロナの中ではありますが、オンラインでファンの皆さんに元気な姿を届け、バーチャルパフォーマーズをもっともっと盛り上げていただきたいと思います。そして2人目3人目のバーチャルパフォーマーへの架け橋として、皆さんは1人目のファーストに選ばれたのです。なるほどなるほど。ライブという単語が聞こえたんですけど、ライブっていつになるんですか？ライブ開催のためにはミッションがあります。ミッションおっとおっと、話が変わってくるぞ。ちょっと待って、なんだ。期間内のミッションクリアがオンラインライブへの第一の関門です。ライブを するために関門があるわけですね。第一関門があるわけですね。はい。クリアできなかった場合はどうするんですか？聞きたいです。いや、聞いとかないといけない。いや、それはもう もちろん。ダメなら引退です。2人のユニットは解散、バーチャルパフォーマーとしての活動はそこまでとさせてもらいます。心して取り組んでください。ちょっと厳しくないですか？鬼すぎる。2人の運命を左右するミッションはこちら。この3つのミッションを1つクリアするごとに、可能な限りの願いが叶います。頑張って3つ達成してください。期限は2021年12月31日。それができなかったらニューラルネットワークは解散となります。2人の力で運命を切り開いてください。いやいやいや、あれ？テンピー、あれあれ、テンピーは私たちの敵なのですか、味方なのですか？ひどい。私もネネさんと2人をサポートさせていただく味方です、きっと。いやいや、きっと、ネネへのリクエスト、活動の要望とかあれば、どしどしリクエストをお願いします。リクエスト、例えばどういう感じですか？そうね、違う衣装を着たいとか、バーチャル上の表現が自分のイメージと違います、クオリティ上げてくださいとか、ミッション達成に向けて動画数を増やしたいとか、
ああなるほど。でも確かに違う衣装着たいですね。確かに、うんうんうん、なんかいろんな衣装似合いそうだもんな、うんうんうん、そうだよね、ねねちゃん、うん、絶対可愛い、ね、着たい、うん、あそれをリクエストするためにミッションを達成しなきゃ、うん、まあ可能な限りの願いが叶うだからね、うん、全部叶うとは言ってないんだけど、ね、ミッションを一つ減らすとかダメですかどうかなそれもな、なるほど、でもそれも可能な限りの願いには入るかもしれません。おマジかなるほどな、いいですね、なんかそう頭脳プレイで計算します、計算して、はあ、なるほどな。ミッションのハードルはそれなりに高いです。しかもまだ2人で1つのパフォーマンスってどんな風にしていけばいいのか、2人がすぐに完成できるとも思っていません。正解もありません。初めは息の合わない二人羽織のようになるかもしれません。なので初めは歌ってみたや踊ってみたのソロ活動からねねでできることをお互いが知り、徐々に2人で1つのパフォーマンスを作り上げていただき、ミッション達成に向け頑張っていただきたいと思います。わかりました。でもミッションには期間がありますからね、そこだけは気をつけてくださいね。さてそろそろお別れの時間です。配信開始から歌ってみたがいくつも配信されてきました。そしてここからは徐々に踊ってみた動画も配信されていきます。2人の表現が一つに成長していく姿を皆さん見届けてください。そしてチャンネル登録を皆さんお願いします。2人の活動にご期待ください。そしてやっとというべき記念すべき1本目の踊ってみた、こちらは歌ってみたで配信済みの楽曲からお届けしていきたいと思います。楽曲はこちら。強くなれる理由を知った僕を連れて。曲名はグレンゲですが、カノエさん、リサさんの楽曲を歌ってみてどうでした？いやあのですね、そもそも曲がめちゃくちゃ難しくって、でただその勢いだけじゃなくてその静かなところもあるし、なんかその強弱のつけ方がカノエはこうするんだけど、あのねねちゃんがやる場合はどういう風にするんだろうとか、すごくあの私の普段の声色よりも少しトーンを落として暗くかっこよくっていうのをすごい意識してやってるんですけど、そのねねちゃんが踊る時にどうなるのかなとか、なんかいろいろなんかあの想像しながらでやってたので、もう一番最初はすごいあのもうまあつかめるようにどうだろうなって、もう糸を細い糸を手繰り寄せる作業からのスタートだったなっていう感じでしたね。やっぱね、歌ってみただとね、動画でカノエさんの動きやーなんてコメントも ね、たくさん見えましたよね。本当ですね、ファンの皆さんはカノエさんの動きをね、よく覚えてらっしゃる、うん、いや、本当にびっくりしました。カノエさんの仕草をね、いやもうびっくりしました、それにこの動き、この動きってコメントすごかったですよね。嘘やろと思いま本当、続いて、では皆さんはグレンゲを踊ってみてどうでした？いやねねにあのダンスを吹き込むっていうのはもちろんもうすごくすごく難しかったんですけど、あの加えてそのカノエさんの歌声と私のダンスが同じ一つのキャラクターから出て見えなきゃいけないわけじゃないですか、確かに。それが酷ですよね難しいよね、うん、あの初めてあのカノエさんのグレンゲを聞いた時に、うん、あ、ねねからこんな迫力のある声が出るんだ思って、いや私のダンス今のダンスのままじゃ熱量足りないって思っちゃって、その熱量感というかテンション感というかバランスが難しいなと思って、普段のチーム活動より全然難しいなって思いましたねそうだよね、うん、普段はねやっぱユニットで、そうですそうです、3人で踊ってるんだよね、うん、はい、それをソロでみんなに魅力を届けていくって、はい、なんか一人に求められるレベルがなんかぐんと上がるよね、なんか一人に凝縮しなきゃいけないっていうのが難しい点ですよね。やりすぎてもなんか凛としてる感じがこう消えてしまう気がして、うん、余裕感みたいなね、そうなんですよそれがね難しいですね。そのね、その洋楽とかじゃなくて、はい、その日本語のね、いやそうなんですね、合わせるっていうのがまたちょっとダンサーってやっぱ洋楽に合わせること多いじゃない？そうですね、うんうん、絶対難しいと思う、難しかったですよ、ね、めちゃめちゃ難しかったです、うん、そして
日本語で歌われている曲を、はい、ダンスでかっこよくパフォーマンスをするんだって、はい、なかなかですよね、はい、うん、でもここがねやっぱセルフプロデュースですから、うんうん、2人がどういう風に変わっていくのか、うん、はい、どんどん良くなっていく姿っていうので、はい、やっぱみんなもね成長できるよう、うんうん、頑張りたいと思います。参りましょう。そうですね、よろしくお願いします、ね、お願いします、お願いします。はい、お二人ともありがとうございました。さて、このバーチャルパフォーマーズチャンネルでは歌ってみたの楽曲提供にジョイサウンド様に全面協力いただいております。いやすごいですよね。すごい、ありがたい。ぜひネネの歌を聴いてカラオケで皆さんにも歌ってみてほしいですよね。そしていつかジョイサウンドでネネと歌ってみたできるといいですね。やりたい。楽しみに頑張っていきましょう。ります。バーチャルパフォーマーズは皆さんの応援が不可欠です。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。さようなら。それではネネで踊ってみた動画グレンゲご覧ください。強くなれる理由を知った僕を登録応援よろしくお願いします。